モネンシンはポリエーテル系抗生物質の一つ。ストレプトマイセス属のストレプトマイセスシネマネンシスから単理された。半数動物の資料に広く用いられる。その構造はアグタロップらによって1967年に判明し、構造が明らかになった初めてのポリエーテル系抗生物質となった。最初の全合成は1979年に キシヨシヒトラから報告された。モネンシン A は、クラウンエーテルに類似したイオのフォアで、LI,NA,K,RB,AG,TL 等の一家の非、イオンと削体を作りやすい。モネンシン A は、NA,H のアンチポーターとして採用し、これらの非イオンをカルボキシ元の不電下で中和して、脂質膜を通して運ぶと考えられていた。だが、最近の研究では、 カルボキシモトの不電化を持ちずに、非イオンの静電化を持ったまま膜を通過させる機構も提案されている。これによって、カルボキシモトを持たない、モネンシン誘導体が持つ、抗生物質活性も説明することができる。モネンシンと、その誘導体の抗菌性は、細胞膜を通して金属非イオンを運ぶ能力に由来する。また、ゴルジカラダやリソソームの膜に対して作用することで、 細胞内でのタンパク質輸送を妨害し、抗菌性、抗マラリア性、その他の活性を示す。モネンシン A とナトリウム錯体の構造を主に牛肉や乳製品を犬国シジウム症から防ぐために用いられる。また、グロピオン酸の生産を増加させて、誇張症を防ぐ。モネンシン、モネンシンメチルエステルや、特にモネンシンデシルエステルはイオン選択電極として用いられる。 哺乳類の細胞中でも若干の活性を持ち、従って一般的に毒性を持つ。特に馬では半数致死量は半数動物の100分の1である。馬の5シン中毒は死に至ることもあり、よく記録されている。ありがとうございます。